クニです。2020年の7月の2日でございます。本日は金沢智子ちゃんジュースジュースのバースデーを祝し、おめでとうございます。25歳です。えー、その特別な日を、えー、振り返ってみようという形の動画を作りたいと思っております。私ね、えっ、ー、とこの特集系の動画誕生日、えー、やる中では。 まあ先日に続いてで非常に緊張する題材ですね。まあ、どうしてかと申し上げますと、私、えー、とこの YouTube をやっていて、ここまでチャンネルやってる中の方ではあんまり分からないかもしれないですけど、非常に金沢智子さん、思い入れが深く応援してきております。えー、とそんなあヒストリーと <laughs>、3つ分けてますけど、そんなヒストリー、どんなふうな感じで、えー、とデビューからの金沢智子を見ているかということと、あと2つ目。 えーと彼女の声の声魅力それと3つ目というのはあー今聞いてほしいまあこの「国のチャンネル」見てくれている方々の中ではそれほど金沢智子という歌声どんな活動なのかという魅力に気づいていない方もいらっしゃると思いますので、えー、とその辺届くような形の3曲をお届けするというような形で進行していきたいと思っております。 グニオチャンネルこのような形、えー、と誕生 BY であったり、様々ハロープロ、音楽の話なんかしていくチャンネルでございます。初めて見た方々もラジオ的に楽しんでいただけるんじゃないかと思いますので、チャンネル登録もよろしくね。では行ってしまいましょう。えっ、ー、と、金沢智子ちゃん、私ね、えっ、ー、と、ほぼほぼデビュー当時から見ているーハローメンの中では、まあ、活動期間とか、量、質量ともに僕は、 かなり多いのが彼女だと思いますまあ、カリンとかサユキもそうだろうっていう風な話になると思うんですけどカリンさゆきの時の研修生をの時代を見てきたという濃度が少し僕の場合は少ないはずなんですよなのでそこと比べるとジュースジュースのまあ、ジュースファミリーと言われるような方々の様々な角度、見方、そしてキャリアというところになると思うんですけどもまあ、そこが なんか僕金沢智子アジャストなのかなっていうふうな思っているところもあるっちゃありますし違うことも言ってる時もあるというような感じでまあ大たってますそんな感じですねで智子入った時からの流れまあジュースジュースで選ばれて研修生からというふうにすると研修生の期間が2ヶ月ちょっとだったはずなんですねなので後で映像で見るというようなところの方が全然印象強くて入っ、はい でからジュースジュースからというのがほぼほぼ僕の語る金沢智子になると思いますでその辺最初どういうふうに思っていたかというところから説明していきましょう最初の金沢智子ポジションということになると思うんですけど僕過去に何回かジュースジュースの動画を上げている関連の動画を上げている時にお話ししていると思うんですが声の位置で言ったらポジションとしてナンバーフォーぐらいで入ったんじゃないかなと思っていますそれはどういうことかというと宮本佳林高木紗友紀あともう一人 大塚愛菜とい僕この3人が何て言うかカラーが違う声でメインにしながら金沢智子の声というのを差し込んでいくようなポジショニングになるんじゃないのかなっていうふうに思いましたつまり3本柱はこの最初の3人でそこに中継ぎなのかちょっと代打なのか代打とはちょっと違うかもしれないですけど守備固めとかなんか味付けダイソーとかね なんかの試合の重要なところの味付けに使うポジションでもしかしたら金沢智子考えてるのかななんて思ったのが最初だったですね。まあ、ですけれどもメジャーデビューというところのタイミングなんですけど、まあ、そこで内部事情が変わってくるんです要は先ほど僕が思っていた先発の3人の1人が大塚愛菜ちゃんというのがメジャー以降の活動をしないということになり。 そこから金沢智子にスポットが当たったなっていうのが僕の印象だったですね。まあ、それで、えー「意地悪しないで抱きしめてよ」という曲このここでの要はローズクォーツなんですけどこの大抜てきで金沢智子がポジションを得るというようなスタートの切り方だったというふうに僕は思っております。なんか ここだという役割ではなくここないところを埋められるか埋められないかといったら予想以上の力で埋めてきたなっていうような印象ですね僕もその時にかなりもう魅力というところにはあのなんていうんですか気づいたというのは変な言い方でその魅力を知りあいいなと思ったっていうことですねもう簡単な言葉ですけどこれがジャストですねいいな金沢と思ったっていうことですでそこから ジュースジュースの中での魅力高木紗友紀宮本佳林というところがいても金沢,み金沢の出す魅力というところこれすごく注目するようになったっていうところがあ活動最初期だったそんな記憶ですまあそして、えー、ライブハウスツアーですよねニュースニュース含めダブルツアーコードツアとかその辺印象的なシーンがたくさんあるんですけどもこの辺少々架け橋でお話ししていくと特にコードツーの時かな あの埼玉凱旋の時にまあこれ行った人はみんな言うんですけど上村あかりそして宮崎ゆかが途中でコンサートの途中で、えー、いなくなり3人でジュースジュースを演じた時があって、まあ、それ見れたのはラッキーだったのもあるんですけど金沢智子埼玉でのコンサートの凱旋ということになるんでもう好きな人行かないわけにいかないっていう,う <laughs> ムードがまあずっとあるんですよ。 この三人回しのところでいわゆる先ほど申し上げたの証明ですよねもうその前に特に証明されてたんですけどジュースジュースっていう音の母体っていうのが宮本佳林と高木紗友希と金沢智子でボトムができているっていうことがとてもよく分かったシーンでしたこれは他のメンバーがダメとかいらねえって言ってんじゃなくて ジュース・ジュースのサウンドコーディネート自体が2015年の末ぐらいの時間軸では非常にこの3人が重要だったという話でございます。で16年これとても重要なのがジュース・ジュースの物語の中で金沢智子の中でもですからそうでしょうということなんですけど重要な年が2016年ですね。ドラマ武道館ねドラマ武道館ってまあこれ廃盤になっちゃってるんですけど、まあ、理由は調べてください。<laughs> まあこのドラマ も,もちろん素晴らしいですしここのネクストユーという、ね、役割でね、えー、と花だけに花がある役をするわけですけどその女優としての金沢智子というのも非常にトライアルがキャリアの割には少ないんですね。ハローのメンバーで考えたら演劇女子部というところの舞台が合計を大きく見積もって3回かなというところとあと本人自身があのあ2回かか演劇女子部。でネクストこの ネクスト的なこの武道館を入れて3回っていうことといこかになると思います、ね、で比較的女優金沢というところが僕がんかあの、ま、真面目に頑張ろうとしてる金沢がいいなっていうのを思う感じでそこが本業じゃないんだけどかといってできないわけじゃなくて卒がなくこの没頭していくっていうのが智子個性分かってる人には面白いところなんじゃないかなと思いますね。 ちょっとここで女優の話も入れましたけど2016年はテレビでの深夜の連続ドラマというののスタートがとても大きかったんでここは外せない 1, 1シーンだと思います、まあ、そして年末に向かってライブハウスツアーも225公演を叶え日本武道館公演というところここまでが一つ金沢もそうですしジュースジュースというのを語る上では特に5人のジュースというのを語る上では一つのもうフィナーレ 試合が成立して8回7回ぐらいのイニングだったっていうような感じで間違えてないと思いますねでここが一つ重要なところもう一個金沢の場合があります2016年は、えー、と本人が子宮内膜症という病気を告白し、えー、と僕もいろんな空気感の中でなんとなく覚えてるんですけどあの理由をわからない人にはちょっと金沢今 大丈夫なのっていうような雰囲気は繋がっていたような気はしますもうこれはねジュースジュースってあれだけライブの本数をやっていてライブハウス公演もありブログも日々更新しそして顔色まで見えるというようなことをやりやり抜いたのがジュースジュースなんですよねで、その中だともう皆まで言わなくても体調不良本人は言わないけどというのは伝わってくるところってどのメンバーにもあったと思うんです でそこら辺はさす、うん、この言葉を選びますけどあの気が付かないような配慮の中で、えー、工夫をしているというような感じに移りましたね。うん、なんか何かあるなっていうのは、うん、これは分かるっていう人には多分でもみんなあの時金澤見てい人は分かってたんじゃないですかね。そんなふうに思いま,すまあそれを乗り越ええー、武道館をえ、まえ、あ、この辺はちょっと簡単に話しますけど。 ジュース,ジュース他のメンバーとかも含めて軽く楽勝に10 2015年16年過ごしたわけじゃなかったと思いますね。の皆さんもそうだったと思いますであの時間軸から考えたらもう今の金沢智子の明るく非常にこのはきはきと物事をバサバサ切っていく感じなんていうのは何とも言えない嬉しさというか。う なんか金沢元気でいいいよねねっていう感じ受けました、ねまあ、先ほどもインスタライブというのを拝見し、ね、彼女が元気で明るく今の目の前のことに取り組んでいるっていうのが嬉しいなって思っちゃうくらいの思い入れはあるタイプだと思っていただければと思います。ね、じゃあちょっと話を進めましょう。で2017年以降というところに行きます。 まあ僕はその前からアジアのツアーというのもやっていたんですけども2017年からの南米も、ね、ヨーロッパも南米も入れるあのワールドツアー、まあ、これやはり思い出深いですね。で、智子素晴らしかったのは体力っていうところがもう17年僕には無理してるように映りませんでしたもう十分体力があり疲れが見えない僕は本人頑張ったんだと思いますね あのプロテインだなんだ肉体に非常に気をつけて変色はある方というふうに受け取ってますけど、ね、それはそれなりにですよねそれなりに自分のできることというのを取り組んでいたから結果としてほぼほぼその後というんですか16年以降ではあの長い脱退というのは少なくなったというふうに思います、まあ、少々あっったと知ってま,すけど、ね、まあでもそこが大事に至らないというのがありまして。 まあ、ワールドツアー見ていて思ったのはあもう土台は作ってきたなって金沢智子ジュースジュースの役割として、えー、ボーカルでも,もサードポジションそして自分のダンス声というところでパフォーマンスでのマイナスというところは全然見せないまあしっかりした自分のボディ心、うん、チームとしての役割全部叶えたなっていうふうに思いました。まあ、それは素晴らしかったですです ダンバラルルそして柳川奈々美の加入というのが2017年なんですけど、まあ、そこからグループが急激にね最初の5人がお姉さんになっていくわけですけどなんかとも子その辺の歩みも着々とニュートラルに見せてくれたなっていうような印象でしたねそして18年に入ります18年になると今度はね稲葉真香ちゃんが入ってきてまあ柳川奈々美の卒業発表 宮ゆ香の卒業発表というところにつながっていくわけですけど結局僕金沢智子っていうのはそこで一喜一憂はあったんだと思うんですけど先ほど申し上げたようなニュートラル感っていうのが保てるような女の子にもその時点になってるんですよね。この辺強かったなと思いますで曲の中で言うとエッセンスというところその曲の重要な役割になるところの「金沢智子ここお前だよね」っていうところは変わらず淡々とこなしていけるところもあり。 もうねこの辺はねもう知らない人がどういう風に聞いてるかで分かんないかもしれないですけど彼女は役割を与えらられたら着実にこなすすんですよそれができるだけの体調管理が課題というようなそういう子に仕上がっていますよという話をしたかったんです。 ね、で直近じゃあ19年20年も最近のところの金沢っていうところになりますともう皆さんご存知だと思いますもうそれよりだいぶ前からなんですけどラジオパーソナリティとしての実力が、ね、やっぱり喋れる女性そして宮崎ゆかちゃんの亡きあと卒業後、えー、リーダーとしてジュースジュースのもう像が全然違いますけど。 なんか金沢智子感のあるジュースジュースのさばき方ある種さばいてないという言い方もありますけどそこがしっかり表現できてるこの1年ぐらいですか見させていただいている感じがしててもう、まあ、頼もしいですね多分メンバーもそうなんじゃないですかねなんかあっさりしてるけどなんか智子の中には全部一人ずつ見えてるよっていう流れてる血が通ってるというのかなそれ感じますよ それは金沢智子の略歴。ちょっと長くなりましたけどそんな感じでした。で、声の魅力お話ししていきましょう。彼女の声の魅力いくつかのところで今、略歴で説明したんですけど鼻にかかる僕は甘い声というようにボトムを捉えていますあの。芯になる部分というのがそこだということですね。で、この中でよくこうやって倍音なんて言い方しますね。 あの芯にある自分の先体行く声の中で響いている和音のようなドミソであれば「ミが自分の幹の声であるとすると「ド」と「ソ」のところですかでこのようなこれ例えですよでこの構成の中で本人がここを出したいっていうポイントにナチュラルに響いてくる声がこれ最高に艶があるんですね僕これハロメンの中で一番艶があると思ってますで彼女のこの声質というのがまあ私一番好きなところですね もう変えられないです。です。素晴らしい。あの才能もう声ですから、才能と言っていいでしょう。を持ち合わせて、彼女の音の感覚、言葉の感覚というところに乗り移る。そんな時というのが楽しみ。そういう私は聞き方をしているというお話でした。これが声の魅力です。じゃ、そしてその声の魅力を聞く上で、そして金沢智子というヒストリーを今までお話しましたけど。 もう初めてこれで、じゃあ国は金沢のその魅力的な声、どういうところで聞いたらいいんだ、コンサートとかでどういうところを見たらいいんだっていう話につながる3曲を紹介して、この動画を終わりたいと思います。えっ、ー、と、まず3曲上げる上で、順位付けっていうのは変ですけど、まあこれ重要だよってことで3曲順位付けしました。まず1曲目、第3位、続いていくストーリーという曲を聴いてほしいです。この曲何が重要かというと、 うん、2015年16年という物語を紡ぐ上で「ファーストスクイーズってアルバムもとても重要なんですけどそこから武道館への流れで続いていくストーリーっていうのは本当に夢を追いながらまだこれからだよという歌詞もあるけど金沢がいいのがね2番の最初の始まりのフレーズで大好きだったあのメロディーこの流れあそこがめちゃくちゃいいんですね。他もいいいんだだけど特にこここが好きだということうであの ななんとなく僕はこの曲聴くと金沢とか仮まあ他のメンバーも思い出すんですけど特に思い出す傾向があるということでこの曲3位で選びましたで第2位いきましょう第2位はこの15年のジュースジュースバージョンというのがあるんですけど2015年のこれは結果的に金沢智子の代名詞になる曲に変わりました コンサートの途中で最初の頃というのはあのノリが違ったんですよ。でどういうところかというともう見て聞いてる人にはよく分かる話なんですがえと2番の最後のとこのフレーズでえーここだよよコといううールが入るようになりますでこれ最初本人はコンサート中とかでなんかそこなんでふざけんなみたいなこと言ってたとおっきいんですけどでも受け入れるようになって今結果的に本人の 先日出ましたローズクォーツの本人のホットンクラブのソロライブですよねとかでもバンドバージョンで外さないで歌ったりするようなやっぱり現場で育てていって作った曲って感じですかね「太陽とシスコムーン」のオリジナル曲なんですけどもジュース・ジュースファミリーの中ではもうジュース・ジュースの代表曲のトップ5に下手したら入ってくるってぐらいな曲だと思いますとかく金沢智子に関しては私がこの2位と上げてるように。 金沢智子を表現する上でジュースジュースのナンバーでマジックオブラブは欠かせないようなライブハウスとか追ってきたりした人たちは得意でしょうねそんな重要な曲だということでお伝えしました、まあ、曲もかっこよくて素晴らしいですジュースジュースバージョン要チェックだよということでもこの2位というとこは間違ってないんじゃないかなと思いましたさあじゃあこうで1位に言う前に1位に行く前に番外編をお届けしたいと思います、えー、と金沢智子ちゃん私も大好きですけども中島拓司さんというね あのアッップロントのミューージシャンロックンローラーですね、えー、と彼のことを大好き大ファンということに話をねよく出していらっしゃいましてちょっと智子ファンはジェラシーみたいな子たちもいるんだけどもうさすがに今2020年基軸だとそんな人たちも少ないんじゃないかななんて思うところもあります。そししてなぜこのの中島さんの話をしたかというとう ジュースジュースで、まあ、これは貴重本当はジュースジュースの曲で例えようと思ったんですけど「あやい傘」とかねでも金沢がたびたび歌う時にやっぱり気持ちも入ってタイミングとかも含めて重要だったなと思う意味であげたい曲1曲「マノ・エリナちゃん」に書いた曲ですねでこれのカバーを金沢は何回かのタイミングでやってるんですけど、まあ、これどのバージョンももし聴けるやつがあったら聴いてくれればと思います まあ僕は2016年のバースデーイベントの時の、うん、感じというのがねどうしても思い入れ深い思い出深いとこありますけどまあそれはあんまり今の時間軸だったら関係なくて聞いてもらっていいのかななんて思いますね。まあ、彼女中島拓哉さんの世界観というところに入る時っていうのはちょっと特別な気持ちになってるような雰囲気も感じますし実際に「MyDaysforEarthJUICE」のメンバー誰が歌ってもまあ h e のメンバー誰が歌ってもかもしれないですけどね。 非常に響きやすい曲僕とこのとも子をマイデイズ・フォーヤー聴いてほしいななんていうふうに思いまして辞典として挙げてみましたさあじゃあ第1位いきましょうもう金沢とも子を語る上で第1位これはもう意地悪しないで抱きしめてもうこれしかないと <laughs> いうふうにお届けしたいです、まあ、なぜかというと先ほどもヒっそリなの中でお話ししましたけど 彼女がジュース・ジュースでポジションを得るためにこの曲はとても重要だったと思います。そして先ほども「ローズ・クォース」フレーズ言いましたけど初期の金沢の中では「ローズ・クォース」というサブタイトル的なものを得れたのは大きいと思いますね。でこの曲の世界観本当にトも子似合ってるし。 なんかあの当時のミステリアスな雰囲気本人がちょっとおっかなびっくりでやってるような感じがミステリアスに見えるってことなんだったんだと思いますけどそこ可愛らしいしジュース・ジュースの中でも代表曲になりうる曲だと思いますし、うん、楽曲のクオリティそして金沢智子をかたどり世界観で何よりもジュース・ジュースという5人組というのを成立させたという意味ですよね。 この3つのポイントを含めて金沢智子を表現する上でもっていうことでは私非常にポイントの高い曲がこの曲なんじゃないかなと思っておりまして第一金沢智子を語る上でも意地悪しないでな感じでいかせていただきましたそんな感じですさあじゃあ今日の動画、ね、最近はちょっと20分以内で収めてたんですけど少し、うん、この欲をつけくると長くなりますねすいません でも、金沢智子25歳を迎えたということで、ハロプロの中では、この25歳というのを語らないで終わるわけにはいかないので、金沢智子25歳のお話をして、この動画を締めましょう。えっ、ー、と、彼女自身、ハロプロの中で久々ですね、25歳というのを迎えて、現役メンバーで、卒業という発表をしない、そういう日を迎えております。で、私、えー、井上玲ちゃん加入というのが、充実した発表がありました。 この時に僕 YouTube チャンネルでも4月1日の時にお話をしていると思うんですけれどもこの井上ーちゃんというのは金沢智子の後をポジションとして得れる声質だとそういうふうに考えて入れたんではないかとそんな話をしています、まあ、ですけれども今はもうそういう話をもうしたくもないような気持ちになっていて智子の25歳の1年間がジュースジュースでもちろんやってほしいですし26歳になってもジュースジュースでいてほしいこの理由を大きく2つ述べて終わりましょう。 一つはジュース・ジュースの楽曲を何度ももう今日も何度も聴き直してみました金沢智子なしがならないんです聞こえない響かないよく他のメンバーでもそうだって言うかもしれないですけど智子は別格ですよジュース・ジュースの中で外せない声になってしまってますねもちろん外れる時もそういう時も来るでしょう ですけれども、まだ2020年7月2日をもってして私の中で彼女の声というのがあ外して鳴るジュースジュースの曲が聞こえないということこれが一つですそして二つ目、えー、彼女がリーダーとしてやっているジュースジュースというところの活動ですよねまあ正直9人編成になってでもかりんがすぐ抜けてしまってでもでいいですけれども 宮かりんが見せるジュースジュースのリーダープリというのは非常に明るく楽しく何というかう内弁慶というふうに見える人も多いと思うんですけどもそれでいいじゃないですかって言えるぐらいなんか気心知れた人たちへの距離感というのが実に自分の濃度金沢智子「This is 私」っていうところをマイナスにさせずに一個下がれてる素敵なポジションなんですね。 これが一般人出身なポジションだとかアイドルファンのポジションだってさまざまおっしゃる方々いらっしゃると思うんですけどそれれれだだけけでねここ長い間やってこれませんなので本人がキャリアを積む上でそして自分がリーダーってなる上でとかも含めてなんですけどちゃんと意識をしてポジショニングを考えてそして今の目の前にいる隣にいるメンバーたちのことをちゃんとうまくいいとこも悪いところも引き出せるような。 じ加減がでできるそんんな感じだと思うんですねこの中でジュースジュース僕長くもう少し見てみたいなというふうにそういう気持ちになっています。なので2つの部分というところは今みたいなところがあるんですけどまあこれは個人の思い入れじゃなく金沢見てきてる人たち今日25歳の誕生日なんていうのを祝っている気持ちがあるみんなは同じような感覚なんじゃないかななんて思いこの言葉で締めました。締めめててみました <laughs> まあそんんなな感じですジジュースジューーススス、ね、ソロフェスも含めていろんな活動 近々のところは楽しみですこれからも応援していきたいと思っています金沢智子ちゃん25歳本当におめでとうジュースジュースとしてそして女性としても輝く1年になってくださいではまたお会いしましょうくにょチャンネルでした